はい、皆さんこんにちは。豆の豪華です。今日はですね、おととい、昨日ですか、昨日28日木曜日の、日本経済新聞1面および3面から、お話ししたいと思います。3月27日に、の参議院で、予算案が通過して可決されました。で、予算が成立しました。で、それを踏まえて、まあ、消費税 10% は明記されたことになるんですけども、まあ、その件について、菅官房長官は、その日の記者会見で、こう言ってます。リーマンショック級の出来事が起きない限り、10月に 10% 引き上げるというふうに説明します。これは、従来の政府の、見解ですね。特に驚くべきことではないです。で、今度こちら、安倍さんはこんなこと言ってます。よほどのことがない限り、予算を崩す方がリスクが大きいと。まあ、どういうふうなリスクかっていうと、その増税まであと半年に迫った、半年に迫った、段階での方向転換がもたらす混乱だと。だ今まで準備こう積み重ねて、その 10% 対応し、例えば、まあ、小売業であれば、その、レシートに記載方法だとか、あとは、まあ、無償化を前提に、無償化ですね、幼児教育の無償化ですね。まあ、それのその段階で、まあ、施設を作ったりだとか、それを見込んで、まあ、親が入園決めたとか、どうのこうの言ってます。ただ、ここに書いてある、その、半年に迫った段階での方向転換がもたらす混乱というのは、ほとんどは、これ、減税、まあ、据え置き 8%、もしくは減税 5%、それで経済を刺激、経済じゃなくて消費を刺激して、消費が増える、それで GDP がアップする、それで実質賃金も増える、それで手取りの給料も増える、可処分所得が増える。これをやるだけで全部解決するんですよ。いい加減、財務省の幹部の方がね、言ってるらしいんですけども、いい加減もこういう姑息な手は使わないようにしてください。あまりにも姑息です。というわけでね、まあ、わかる人いれば、何言ってんのこいつら。経済成長って全部解決するじゃないか、こんなの。っていうようなことが言ってます。だから、リスクではありません。安倍さん、これは、リスクではありません。それよりも、予算を崩す方がリスクが大きいと考えるそのリスクの方が大きいとまあ考えてます。だからリーマンショック級のこれ 10% にしたらリーマンショック級のその、大事件が、まあ、これなんて言いますかね、リーマンショック級の出来事、リーマンショック級のその出来事がその 10% にしたことによってリーマンショック級の出来事が起こる可能性の方が確実に高くなります。8% もしくは 5% にするよりは確実に大きく、だからその増税前のことじゃなくて増税後にリーマンショック級の、経済的な打撃与える可能性、この消費税 10% 極めて高いところです。だからね、なんていうか、まあ、言ってることが逆というか、考えてる発想が反対のベクトルの方向を向いてるというか、そんな感じなんですよね。だから説得力が全くない。なんで、早く安倍さんは、で、これで、この記事で面白いことが、面白いっていうかな、書いてあります。16年と同じように、今の消費税法には、経済状況次第で、増税を停止する景気条項はなく、最終判断は首相が握る。だから安倍さんの最近安倍さんの一言で、鶴の一声で、辞めるだったら辞めることができるということです。リニアコライダーの時、私安倍さんには3文字言えた、やるよと3文字で、今回安倍さん4文字ってこと、辞めるわね、辞めるよ。この4文字だけで全部もう好転しますから、増税辞めるよと、これで好転します。ということで、日本経済新聞も、まあ、財務省の命令を受けてこういうふうなことを書いたのか、あるいは、まあ、日本経済新聞独自で考えてそれで書いたのかわからないですけども、
ちょっと理由があまりにも、なんていうか、姑息になりましたね。その、消費税、それの他にも、消費税を 10% 増税して、この 2兆円分の、経済効果、その対策に、2兆円分、費やす。私の動画でも前言いましたけど、あまりにもグダグダチックで、もう、解説する気にも起きないくらい、そんな感じの対策、練ってるみたいですけどね。もうそんな、そんな複雑なことしないで、もうスパッと。もう増税やめます。むしろ減税します。安倍さん言ったらもうこれでもう OK です。あと、財政出動も、ガンガンやって、それで経済成長させていってもらいたいと思います。幼児教育無償化でちょっと話、関連あるっちゃあるんですけども、子供たちに、将来世代には、借金とかそういうのは残さないとか言っていますけども、政府の負債も残さないんじゃないです。一番残しちゃいけないのは成長しないという気持ちです。成長しないという気持ちを絶対に後世に残しちゃいけません。将来には必ず日本経済は成長するんだぞという、意気込み、そしてそれを証明するような行動力を、将来世代に残して見せつけて行ってもらいたいものです。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。